さて今日は列島各地で天気が急変しました。関東でも突然の激しい雨、矢沢さん降りましたね。はい、列島では広い範囲で大気の状態が不安定になっていて、この時間も雨が強まっているところがあります。アスファルトに波打つように叩きつける雨。今朝の千葉県市川市の様子です。通勤通学の時間帯に起きた突然の激しい雨。バス停には人が見当たりません。周囲には激しい横殴りの雨が降りしきっていました。一方、午前7時20分ごろの羽田空港、画面の右に黒い雨柱が出現。すると辺り一帯が視界が白く霞むほどの雨に見舞われました。山形県天童市では夕方の時間帯に空模様が急変。叩きつける大粒の雨がアスファルトに打ちつけていました。撮影者によると、建物の中にいても激しい雨音が聞こえたといいます。傘を差していてもカバンや靴が濡れる雨となったのが福島県庁前です。車のライトに照らされた大粒の雨で、その激しさが分かります。帰宅時間帯に空模様が急変しました。元台風18号と秋雨前線、その影響で大気の状態が不安定となり、ゲリラ雷雨が発生しました。激しい濁流が橋桁のギリギリまで迫っていたのは沖縄県本部町です。撮影者によると、氾濫寸前の危険な状況となっていたといいます。与那国町では川の水が道路へあふれ出し、冠水被害が発生していました。午前7時までの1時間におよそ100ミリの猛烈な雨が降ったとみられ、記録的短時間大雨情報が出されました。東京都心は雨が降ったり止んだりの空模様。信号を待っている人々も、傘を差している人や傘を持たず歩く人もいます。関東ではこの後の帰宅時間帯にも急な雨に注意が必要です。